本堂宝来庭園大池寺は、滋賀県甲賀市口町にある臨済修明神寺派の寺院。三号は龍馬守山。本尊の釈迦如来は甲賀三大仏の一つである。天平年間に行儀がこの地を訪れた時、農民のために漢字の心の字の形に四つの池を掘り、灌え用水を作った。そして、その中央に、 宝章宗の簡単三小蓮寺を混流して一等三類の自国の釈迦如来座像を安置したとする。その後に死因を八火事持つ七な動画欄を備える天台宗の寺院となった。鎌倉時代に聖一国師の孫で死である無才長禅寺が入寺して臨済宗の寺院となる。戦国時代の天正五年、織田信長と六角上帝との合戦に巻き込まれて、 ことごとく消失した。それでも、本尊の釈迦如来座像は辛くも焼け残ったが、以後約90年間もの間粗末な草案に安置され、風雨にさらされた。江戸時代の寛永11年、当時の近くに水口城が築城されるが、小堀遠州はそこで、作事奉行に任じられていた。遠州は、水口城の完成を祝して当時に枯山水の、宝来庭園を作成したという。 漢文7年、京都明神寺の武井は寺光禅寺が来訪して、草案の釈迦如来座像を見、当時の最高のために、住山を決意する。漢文9年には寺名を、簡単山照蓮寺から行基が作った大きな池にちなんで、馬守山、大池寺に改名し、臨在宗明神寺派の寺院となった。漢文10年、 当地の地頭である信長の甥い、田正信が、大池寺の回帰となり、多くの寄進を行って、仏殿、栗が完成した。こうしたことから大池寺の寺門は、織田木工となっている。またこの時、ご水の天皇や仙台藩代後大藩主、伊達吉村の父、伊達宗房なども寄進を行っている。近代に入り、長らく十字が、 不在の時期があったためクリンが崩壊するなどしていたが、1937年に、竜医は大月泉が十字となって、復興にあたった。当時の周囲は行基が作ったという池を中心とした、名坂大池寺自然公園がある。郊賀市大八巻郊賀市辞典。郊賀市。ピアニッシュも42から43。ありがとうございます。